夏原武氏はライター、漫画原作者、千葉県出身。父はゼネコン系の設計コンサルタント会社で理事を務めた。19歳の時に、大美林大学文学部中国文学科を1年生の途中で中退し、東京の下町にある敵屋系の暴力団に加入して、約10年間のみや再建回収、地上げなどを行い、当時はバブル経済の時代で、 毎月の収入は600万円から700万円であったと自称している。後にビデオ専門雑誌編集者を経てフリーライターとなり、裏社会やアウトローに関した題材を得意として別冊宝島などで執筆した。パソコン通信とインターネットを黎明期から使用し、アンダーグラウンドな側面を裏パソコン通信の本、裏インターネットの本、危ないミクシー大流行。 SNS の闇など多くのムックに寄稿した。1990年代の中期に PCVAN で地獄の道化師のハンドルネームで活動し、オンラインマガジン、オマンタマガジン第1号にアニメカンパニー、超民主主義の慣れの果てを発表したほか、夏見光の才能を見出した。2003年から週刊ヤングサンデーで詐欺を主題とする漫画、 黒詐欺の原案を担当して2007年に小学館漫画賞一般向け部門を受賞し、肩からももにかけて入れ墨を施した。2006年4月から TBS でテレビドラマ化された際に白詐欺役で特別出演した。ありがとうございます。